何や、瞳か。なんでこんなとこ寝てる。せっかくの休みやから何やっててもええやろ。何やっててもええけど、駅で寝るのやめて。友達に見られたらどうする。はいはい。ああ、たくせっかくの休みなのによ。おお。おい、ジンジ。またうるさいの来よった。何そんでこんな時間に。何やってたってええやろ。お前のほうと何しとんねん。見ての通りや。家でゴロゴロすんな中で外で寝とんねん。そんな殺生な。せっかくの休みなのに今もたんな。そやな。あ、せや、せっかくやしこの時間からビールでも引っ掛けるか。そやな、引っ掛けるか。お、行こうぜ。おい、これ。あ、大きに。ああ、一回いるわ。せやろ、休みの日に飲むビールは格別にうまいわ。いや、それにしても支援児はようやるわな。何が？現場監督の工場だよ。毎日ガミガミ言われてよく耐えられんの。まあ仕事だからな。せやけどあいつ安子さんの弟やろ。殿下のことやで。まあ慣れやって。工事やろ。あ、ほんまや。な、何の話してるか聞きがへん。めんどくさいからもう。うわ、お前ノリ悪すぎやろ。使用親戚やからさ、何かとめんどくさいやわ。もうそうなのか。おい、シンジ、あれ、ひとみちゃんやろ。ほんま、何しょんてやろ。あれ、実の娘が上司の浩二と会ってて気まずいやろ。あ、そっか、血の繋がってる親戚やぞ。他の子遠くやったら分かるけどな。俺やったらどないする。速攻で芝居たるわ。なんかひとみちゃん深刻そうやな。年も近いし恋愛相談じゃないか。あ、そういや、安子さん、元気か。人の奥さんのことを心配するよりさ、お前も早く結婚せえや。なこと言ったって、相手おらへんしな。そやな、婚活パーティーにも行ってみろよ。婚活パーティーか、せやな。ほな、行ってくるわ。いらっしゃい。あ、そういや、安子さんこの前現場来よったで。ほんまかいな、それもっと早言わんかい。すまん、すっかり忘れとったわ。なんかお前のこと見に来たみたいやったで。新次さん、ちょっといいですか。はい、何が用ですか。あのね、ここの工程なんやけど、いつ終わんの。少し図面の改良工事を加われまして。いや、もうそういう言い訳自分いいで。まだ終わらへんのやろ。すいません。お前はそればっかりやないか。あと1週間で終わるのは困るんやで。体を終わらせます。頼むでよ、ほんま。
やっと気づきおった。あら安田くん、お久しぶりね。全然気づかんかったわ。俺は安子さん学校に来たの、すぐに気づいたで。さすが安田くんね。当たり前やろ、安子さんほどのべっぴんさんやったら一発で気づくで。うまいことおっしゃりますな。まあそれにしても安子さんは真珠のどこに惚れたん。ああいうところやね。ああいうところに惚れたんよ。てな感じや。まったく羨ましい限りやで。あいつがおったんか、全然気づかなかったな。あれ、あの二人消えよった。え、ほんまや。休みの日に二人して何しとんすか。覗き見なんて趣味悪いな。一体何の話をしたんだ、ひとみ。まあまあ、ひとみちゃんももう高校生ですからね。恋愛の一つや二つしますよね。ほうほう、ひとみちゃんも高校生なんやな。なんだろうっちゃん、相談乗るで。結構です。あ、僕はまだ27ですから、多分年齢的にも僕とか相談しやすいんちゃいますかね。そうだね。あ、もしもし。うん、今ひとみとしんじさんがおるけど。あ、そう。バカやな。はい、わかった。ほな今から向かうわ。はいはい、はい。なんか兄貴が飯用意して待ってるみたいで。おお、やすこさんの手料理。なんかテンション上がってきましたわ。お前呼ばれてないっちゅん。そんなこと言うなや、たまにはええやろ。まあまあまあ、ええやないですか。よそさん、よそさんも真理さんちお邪魔しましょうか。さすが監督、言うことがちゃいまんな。ほら行きましょうか。行きましょう、行きましょう、行きましょう、行きましょう。ったく、都合のええやっちゃ。おおい夜空にこだまする龍の叫びを耳にして、名古屋ドーム詰めかけた僕が大きい人の名前が続く。おはようドラゴンズ。